天我们非常荣幸的邀请到的是福冈市经济观光文化局的理事何野弘毅先生，这次是他们第二次来参加台湾的台北魅力展。他们为什么会第二次又来参加呢？当然是希望跟我们的台湾有更多的交流。而这一次呢，何野弘毅先生也特别带了五个日本的品牌来发扬福冈在很多文化时尚的产业里面有些什么与众不同的地方。ではですね、5つのブランドを福岡の方から、アグレッシブで海外にチャレンジしたいという5つのブランドを連れてまいりました。で、一番最初はですね、タウタウって言うんですけど、ここはですね、非常に日本の古い言葉、ここでですね、揺れ動くと、そういう意味を持っていますこのブランドです。で、そういう揺れ動く万物のイメージから、そういうインスピレーションを受けさせるようなファッションを盛り上げていくと、そういうところでございます。2番目がサリアさん。こちらはですね、シャープなシルエットにですね、キュートなディテールで大人のスタイリングを提案するという、そういう構想でございます。3番目がラトカーレさん。こちらはですね、いつまでも可愛さを忘れない大人の女性のためのですね、女性カジュアルなブランドで、今イメージはキュート&フェミニンということでございます。4つ目が、アルネブさん。こちらはですね、自分を表現したい大人のためのリアルクローズ、そういうことです。最後にクオンタイズさん。こちらはですね、もともとドレスメーカーだったんですけど、誰もがですね、思い描く憧れの女性像ですね、それに近づけるような服を提案していきたい。我从你们的资料当中呢，看到福冈有很多的观光的景点，还有很多好吃的这些小吃啦，还有餐饮的文化，是不是也可以透过这样的一个模式，让台湾的人更了解福冈呢？ですね、台湾の方は他のアジア、例えば大陸とかのお客様と違ってかなり日本通の方が多い。日本のことをよく知っていらっしゃるんで。日本人のと同じような体験をしたりとか、日本人福岡の人がに人気のあるレストランに行きたいとかっていう要望がありますから、そういう情報をですね、台湾語で伝えられるようなネットでの情報提供だとか、あとは福岡に来た時にですね、観光案内所に行けばその日にいろんな伝統的なことだとか福岡のものを体験できるような、そういうことのですね、皆さんにご紹介をしています。で、楽しんでもらっています。谢谢你让我们台湾人更了解福冈，也希望大家呢都可以常常去福冈，感受到他们的热情与文化。谢谢，谢谢 ，Thank you，Thank you very much，Thank you。